第7レース1着となりました東京の石井ひろ子選手よ、2連勝での決勝進出おめでとうだわ。ありがとうございます。もうたくさんのお客様がね、もう各地から来てくださってて嬉しいですわね。どこから来てますかね。どこから来てます。埼玉、東京。素晴らしい、ありがとうございます。2連勝での決勝進出となりましたが、まずは今日のレースどう走ろうと思ってたのかしら。そうですね、なんか体の調子はいい気がするんですけど、なんかタイミングといいますか、回ってない感じがありますね。ね、藤田選手の先行を吉村選手がまくりに行った時もそれに続いてっていう時のその体の動きとかそういうことかしら。そうですね、ちょっと思った体ではないですね、はい。でも直線鋭く一着よ。ただ後ろからも選手が来てたので、ちょっと危なかったです。でもね、はい、大丈夫よね明日。頑張ります。ね、競争も詰まってるし。そうですね、はい。でもこうやってね、こう素直にいろいろね教えてくださるのもね嬉しいわ。あかり姫だけ。ありがとうひろこちゃん。ねえ、明日も待ちたいと思うわ。明日どんな走り見せてくださるかしら。そうですね、やっぱ位置取り重視で頑張りたいと思います。ぜひ皆様応援よろしくお願いするわ。対戦相手に柳原選手はどう見てるかしら。少し苦手な選手ですね。どのあたりが。ものすごく強いです。じゃあそこをしっかり頑張ります。じゃあ応援してくださったお客様にメッセージをお願いするわ、はい。明日も頑張るのでぜひ応援よろしくお願いします。大きな拍手をお願いしますわ。そして昨日はですね、ひろこちゃんにね、こういつもどんなことをしてるのってリフレッシュ方法を聞いたけど、今日はちょっと験担ぎを聞いていいかしら。はい、そうですね、ガールズ競輪は6、7レースでお昼に走るので、朝ちょっと昼寝して起きるんですけど、起きた時にアップ始める前にレッドブルを飲みます。レッドブル。じゃあちょっとレッドブル飲むと飛べます。飛べちゃうくらい元気になっちゃう。じゃあちょっとね、飲んでいただいていいかしら。じゃあ起きたてで。起きたてで。おはようございます。飛べる。